今回は全世界を対象とするモノレール営業路線の営業距離ランキングを紹介します。1960年付近まで世界で開業したモノレール路線は数えるほどしかなく、今回のランキングは1960年代以降のデータを示しました。各年代各路線のトピックスを交えながら紹介していきます。1900年代前半は未だ標準的なモノレールシステムが確立していない時代。1901年に鉄車輪を用いた南限式の懸垂式モノレール、ドイツブッパータールモノレール 13.3km が開業。日本でもこのブッパータールの南限式を参考とした上野懸垂線が1957年12月に開業します。営業距離は 0.3km と短かったものの、その後モノレール大国と呼ばれるまでに至る日本のモノレールシステムの基礎を築き上げました。残念ながら現在は老朽化で休止扱いとなっています。さてここからがいよいよランキングのスタート。1960年までタイムスリップしましょう。モノレールといえばレールに車体がまたがるゴムタイヤ式の鉄道というイメージが強いですが、このスタートとなったのがアクセル・レナルト・ベナー・アグレン博士の頭文字を取ったアルウェイ・エグ式と呼ばれるモノレール。1959年には当時のディズニーの目に留まり、ディズニーランド内の交通システムに採用されました。1961年5月からはイタリアのトリノで開催されたトリノ国際博覧会で会場の連絡に使われ、これが事実上アルウェイ・エグ式モノレールの原点となっています。この間日本では1961年7月東芝が独自に開発した東芝式と呼ばれるアルウェイ・エグ式モノレールと同等の基本構造、かつ独自開発として連接台車を用いた東芝式モノレールが開業します。さらに1962年にはアメリカのシアトル万国博覧会の開催に合わせてアルベーグ式モノレールが開業。このモノレールはシアトルセンターモノレールとして2023年の今も運行を続けている世界最古のアルベーグ式モノレールとなっています。時を同じくした1962年3月日本でも日立製作所、名古屋鉄道およびアルウェイエグ社が共同で名鉄ラインパークモノレール線を開業させます。日本にもアルウェイエグ式モノレールが本格的に導入された記念すべき年となりました。1963年には翌年の東京オリンピックに合わせて開業することとなる東京モノレールの工事が着工。1964年9月17日モノレール浜松町駅から羽田空港間およそ 13km が開業。後に実用的なモノレールでは初めてとなるボギー台車を搭載し運行を開始。モノレールを遊園地の遊具から都市交通機関へと発展させた偉大な路線となっています。同じ年となる1964年2月名古屋市東山公園ではサフェージ式モノレールの国内第1号路線東山公園モノレールが開業。後に湘南モノレールや千葉都市モノレールのベースとなりました。東芝式、アルウェイエグ式およびサフェージ式モノレールの営業路線開業に遅れること2年。日本では4番目となるモノレールシステムの営業線が相次いで開業します。2023年現在いずれも営業線は残存していませんが、ロッキード式モノレールという鉄車輪を用いた方式のモノレール2路線が1966年に開業。1966年4月23日に小田急向ヶ丘遊園線、1966年5月17日に姫路市営モノレールが開業します。読んで字のごとくアメリカの航空会社ロッキード社が企画設計したモノレール方式で、コンクリート軌道桁状に走行及び安定用の機上計3本を敷き、
これを男性車輪で走行するというもの。設計上は最高速度 160km 程度を目指して開発されたもので、今現在主流となっているゴムタイヤ式のモノレールとは元々のコンセプトが異なるものでした。1970年代は日本のモノレールにとって大きな転機となった年代。東京モノレールの500型より採用されたボギー台車構造をトレースし、床面を底上げ、室内をフルフラットにしたモノレールシステムが開発され、1970年3月14日から9月13日までの間、大阪・万国博覧会内で営業運行を行いました。それまでのモノレールでは室内に出っ張りがある室内容積の少ない乗り物というイメージを払拭し、中旅輸送交通機関という位置づけに格上げしたのがこの万国博で走ったモノレール。日本のモノレールの標準規格となり、1972年には都市モノレール法が施行されます。都市モノレール法はモノレールを道路の一部と位置づけ、調査から建設の一部まで国からの補助金が出るというもの。多くの都市でこの都市モノレールの調査が行われていくこととなり、その数は膨大なものでした。この都市モノレール法のモノレール第1号路線となったのが北九州モノレール小倉線。それまで鉄道として敷かれていたモノレールは通常の鉄道と同様に道路等を避け専用線を敷設していたのに対し、道路の一部という考えに基づき以後建設される都市モノレールは道路上に建設されることとなりました。1976年に北九州モノレール社が設立、都市モノレールを運営するための第三セクターとしては初めての会社となりました。北九州市のマスタープランでは小倉線、黒崎線の2路線が構想されましたが、交通渋滞などで急を要していた小倉線から着工。1985年1月に北九州モノレール小倉線が開業します。1980年には同様に大阪府で大阪モノレール社が設立。10年後の1990年に大阪モノレール第1期区間が開業しています。1980年代初め頃は都市モノレール調査のオンパレード状態。1979年に川崎市モノレール、1980年に浦和市営モノレール、1981年に厚木市都市モノレール、1982年に大宮都市モノレール、1983年に川口都市モノレール、1986年に上尾市都市モノレールなど、本格的な調査まで進んだ路線だけでもこれほど多くの都市モノレール計画がありました。実際に開業まで果たした路線として、1995年に千葉都市モノレール、1998年に多摩モノレール。都市モノレールとしてではありませんが、標準規格を用いた鉄道線として舞浜リゾートラインが2001年に開業、2003年に沖縄都市モノレールなど、1980年代に計画立案された路線が1990年代から2000年代にかけ相次いで開業を果たしていくこととなります。これらはいずれも1970年の万国博覧会でのモノレール、そしてその後の1972年の都市モノレール法制定が引き金となったものでした。さて、この頃まで日本はモノレール大国と呼ばれていましたが、路線数が他の国と比較して多かっただけではなく、さまざまな種類のモノレールを国内へ導入し、モノレール博物館状態となったこともこの一因にあります。多くのシステムは同様にこの日本の地で消えていくこととなりましたが、モノレールとしてあるべき位置に落ち着いたアルウェイエグ式モノレールやサフェージ式モノレールはその後世界のモノレールの標準規格となっていきます。日本のモノレール開発黎明期はそのまま世界のモノレール開発黎明期であったと言えるわけです。残念ながらこの後日本で
新規にモノレール路線が計画されることはなくなってしまいましたが、この DNA は現在世界中に広がっています。1997年には日立の技術指導を受ける形でマレーシアでモノレール開発専門の会社 M トランスが立ち上がり、通貨危機の影響で日立の手からは離れたものの、その後の2003年にクアラルンプールモノレールとして開業します。スコミグループの子会社となった後もインドはムンバイでモノレールシステムを導入、2014年に第1期区間を開業させています。さらにブラジルはサンパウロメトロ17号線に着手した直後、モノレール開発事業から撤退することとなり、スコミ社の名前を冠するモノレールの歴史はここで幕を閉じることとなります。大阪モノレールでは本線の全線が開通した1998年、モノレールとして世界最長の営業キロを有する路線となり、ギネス世界記録に認定されました。この頃日本政府は円借款によって中国重慶市のモノレール路線建設にも協力。初段重慶モノレール2号線の工事が2000年に着工し、2004年には1期区間 14.4km が開業します。さらに2期区間 4.7km が2006年に開業、総距離は 19.1km へ拡大。日本の大阪モノレール本線に匹敵する営業距離を有するモノレール路線が誕生することとなります。中国重慶市では2号線とは別で3号線の工事も着手。システムのベースこそ日立アルウェイエグ式ですが、この頃から独自での開発も並行して進めていくようになります。2011年には重慶モノレール3号線の1期区間 21.2km が、2012年には2期区間 18.9km が開業し、全長は 40.1km へ。営業距離のランキング上もこの時点でぶっちぎり状態となります。日本の大阪モノレールのギネス記録をここで塗り替え、世界最長のモノレール路線となりました。2013年にはついに3号線の本線が全線で開通、営業距離は 56.4km と世界的に見ても圧倒的な長さを誇る長大なモノレール路線となっています。2014年には2号線が全線で開業し、営業距離は 31.3km となりました。ここで営業距離ランキング1位2位は重慶のモノレール2路線が抜きに出ます。3号線も2016年に全線で開通、営業距離は 66.3km となりました。この頃から当時のボンバルディア社が展開するモノレールシステムイノビアモノレールシリーズが世界的な展開を始めます。2014年に 2.9km の一部区間での開業となっていたブラジルサンパウロメトロ15号線が2018年に 13km へ拡大。ボンバルディア社はその後中国の国有企業中国中車CRRC とタッグを組み、このモノレールシステムの展開を進めています。2021年の12月には中国武湖市で武湖モノレール1号線 30.5km が開業。開業時期こそ未定とはなっているものの、数年以内に武湖モノレール2号線 15.8km も開業を予定しています。さらに現在急ピッチで工事が進められているのがタイ・バンコクのピンクライン 34.5km、 イエローライン 30.4km、 そしてエジプトはカイロの新行政首都線 54km、 同じく10月6日支線 42km。 営業距離が長大で嘘のように聞こえますが、これらの路線は速い路線で2023年に、遅い路線でも2025年頃までの開業が予定されています。特にタイの2路線については一部で試運転に入っており、2023年の開業はほぼ確定的です。エジプトカイロの2路線については
今段階工事中ではあるものの、特に新行政首都線の工事は想像を絶する勢いで進められており、ふと気づいた頃には開業しているといったイメージでしょう。武庫モノレール2号線およびこれら4路線はいずれもイノビアモノレール300システムで建設が進められていて、その合計距離は 177km に及びます。さて、ここまで世界のモノレールランキングを歴史順に見てきました。日本が先導したモノレール開発黎明期、そして世界的に路線長を伸ばすモノレール発展時期に入った今段階、2023年時点ですでに世界のモノレール営業距離は 380km を超えていますが、ここ数年でさらに総延長は 560km を超えていきます。今回触れなかった工事中のモノレール路線も多くあり、また機会を見て詳細に解説したいと思います。一部表示の関係で正式名称を用いなかった路線もありましたが、この点ご容赦ください。それではさようなら。